今日は初めての練習試合ですね。俺たちの立ち位置今知りたいから、現役からどれぐらい離れてたとかオフアー系だとか関係ない。もうピッチだったら全力でこの試合に勝つっていうことだけを意識してやっていきましょう。はい、よし、はい、せーの、ウィン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 、アサル、バウン。新チームを結成して初めての練習試合が始まる。関東リーグの強豪を相手にどこまでできるのか、自分たちの立ち位置を知る上で重要な一戦になる。ロードトゥー F ゲーム第4話初陣。なるべく練習試合の前とかはこうやってミーティングして、ね、俺たちそんなに活動日数が多くないから、まあ、練習はできてるけど、こうやって練習試合できるのって本当数少ないから、なるべく調整して自分のディフェンスラインを超えられたらセンターレーンに向かって戻ってきて、戻ってくればなんとなくマークって決まってくるから大事には至らないと思うからね。ディフェンス強度のところと、あとディフェンスラインを突破されたところに絶対のところはしっかりやるね。俺たちは強いチームを目指してるからね、見せるだけじゃなくてこういうところもしっかりやらないとダメです。何か問題が起きたら試合中にタイムアウトも取るかもしれないし、普通の試合と同じようにみんなに指示していくから、何か問題あったら俺からも言うけど、みんなからも俺に遠慮なく言って、何か分からないこととか、こういう時どうすればいいとかっていうのは言ってくれた方が俺も何が問題か分かりやすいから。数少ない練習試合、チームとしての上積みももちろん大切だが、選手一人一人にとっても貴重なアピールの場となる。 F ゲーム2当日、多くの出場機会をつかむには実戦でのアピールが不可欠だ。選手同士のサバイバルも幕を開ける。じゃあ、中に入ってアップしましょう。相手はフーガドール・スミダ・バッファローズっていう、いきなりにしはレベルがなかなかね、高い相手だと思うんだけど、練習試合っていうのはやっぱり勝ち癖をつけていくためにも、内容も大事だと思うけど、やっぱりスコアとして勝ち切ることっていうのはチームのメンタリティ的にもすごい大事かなと思うから、勝利にまずこだわりたいっていうのも一つあるし、鳥さんの元でやってきたこの戦術とかっていうのを、まあゲームってなった時にどれだけ応用して活かせるかっていうのが、まあすごい大事になってくるのかなと思うんで、まあそこをね、今日はちょっと合わせていけたらいいなと思います。で、今日は僕がちょっとまだこのヘルニアで試合に出れないんで、外からすごいチームを俯瞰して見れるからいい機会だなと思うんで、今日は僕もこう一緒にゲームに入りながらチームのみんなにアドバイスできるとこはして、勝利に持っていけるようにやっていきたいなと思いますね。はい、意気込みとちょっと外れてるかもしれないけど、みんなには楽しんでほしいなと思います。一番やっぱり楽しんでやるっていうのがいいパフォーマンスにつながると思うし、その姿をみんなに見せる、見てる人にも見せるっていうことがやっぱり何か伝わるものあると思うし、まあ、自分たちにとっても、まあ、そっちの方がやる意味もあると思うから、そこの楽しさっていうのはやっぱり一番に考えて、その中で勝つとか、あとは、まあ、団結するとかっていうところにこだわってやっていきたいと思います。対戦したこと何回かあるんですけど、まあ、めちゃくちゃいいチーム、とにかく走るし、めっちゃ攻守の切り替え早い、プレスの距離感がめっちゃ近くまで来てくれるチームで抜きやすいですね。なんで期待してください。ドリブルを見てください。まあ、ノブ君がちょっと腰でね、今日出れないんですけど、まあ、ノブ君の分まで、まあ、みんなでいいメンバー揃ってるから力を合わせて頑張ります。
相手の印象は、まあ、やっぱり若さでガンガン走ってきそうなイメージはある。まあ、希望の選手でもいい選手いるし、それ分かってるし、まあ、もうこっちがもうチャレンジャーぐらいの気持ちでやっていきたいと思います。まあ、今回は初めての練習試合ということで、僕たちのいいとこ、悪いとこしっかり出るところだと思うんで、あと一発目の試合なんで、しっかりもう結果にこだわって絶対勝ちたいと思います。本音社長、YouTube 始めました。まあ、大徳だったんですけど、本音社長にこれからなるんでよろしくお願いします。そうですね、まあ印象はすごい走るイメージ。選手たちが警戒をするのは走力で、そこをどう攻略していくのかがこの試合の鍵となる。今日、まあ、フーガドールス隅田バッファローズってことで、まあ、自分は、育成年代から9年間フーガで、プレーしてて、で、まあ、今日の試合本当にもうちょっと楽しみにしてたんで、ちょっとマジで勝ちたいと思います。10秒3回目からこの間スプリント、いろんなテイク入れたりとかジャンプ入れてもいいけど、1回あのパワー出そう。スプリント、いくよ、よーい、9俺たちの立ち位置今知りたいから、立ち位置っていうのはあのプレー の精度もそうだけど体力的なところもある。で自分で上げてね、行きましょう。ピッチに立ったら、あの現役からどれぐらい離れてたとか、オフアーケーだとか関係、もうピッチだったら全力でこの試合に勝つっていうことだけを意識してやっていきましょう。はい、はい、せーの、ウィッ、ウィッ、ウィッ、アサル、バウンス。アシザル FC 対フーガドール隅田バッファローズ、まもなくキックオフ。
ボール入る前にここを入るとはまっちゃうから、ボールが入ってから動き出して動き出す、そこからで別に遅くないから。でこのパスを出すときに入り始めて、ここで瞬間的にプラス1、まあ、2対1を作る。抜いたときに相手3、1で35番が結構強いで、サイド来たときにもう中切りでいい、もう決めて、で並んで、ここのもう斜めのボールはちょっと受け入れていいから、別に最初は、ね、出たらしょうがないぐらいで、ここで取れてないと結構きついからね。一番最初のところはちょっと慣れてませんけど、今の方が全然パフォーマンスいいから自信持って、よろしくお願いします。
であるし、俺らも全然出来上がってないからさ、なんかもうそういう部分で、まあ、ちょっとね、プレッシャーが強く感じちゃう部分もあるんだけど、でも前半の後半部分なんかは結構それに慣れてきて、対応してパス回しがうまく回ってたりとか、この強度に強度でやってきたメンバーたちだから全然合わせてやっていけると思うから、まあ、ここを勝ち切ってさ自信につなげたい。結構収めれたんですけど、もっと得点にこだわんなきゃいけない、チャンスあったのに、まあ、外してしまって、これで今の2対1っていう結果を生んでしまった。後半絶対逆転しないと、4月21日変な試合しない、いい流れ。この強度でフットサルやるのが初めてなんで、まずはミスしないようにっていうよりかはどんどんチャレンジして、で課題見つかったらどんどんそれを次の練習に落とし込むしかないんで、とりあえずまずは頑張ります。マスター、レイ、カショウ、コーキ、タケル、ジュニが一つのセット、ダンガン君、翼、コージ、ショータ、ユスが一つ、最初スタート、マスター、レイ、カショウ、コーキが出る。まあ、今日は、ね、みんな、出場して、もう本当に相性も痛いし、で出てるときはノブも言ったように 100% 出して、で疲れたら変わればいい、俺が思ってる以上みんな動けてるから、自信持ってやってほしいし、俺たちが今やってるビジネスがうまくいってるところもあって、つけさせてここの割とシンプルなパス入れてくれるから、ここは取って、何回も取っちゃう。あそこはもう再現性持って、でも取って終わりじゃなくて、取った後やっぱり攻めていかないと、ね、水滴ができてるんだったら離れて引きつけてパス、速い攻撃、ここパス出たら遠くの人はプレッシャーかかってたらここ広がってもいいけど、ここプレッシャーかかってなかったらここ、ね、この斜めのパスもあるし、サイドから走塁してやっぱり絞るって習慣をつけたいから、カバリングね、みんなで協力して、Thank you.
やっていいから考えるときはもう3-1にして長いボール多くなってもいいけどセカンドボール OK 行こう。チームアシザル FC の初陣は5対5の引き分けで終了。選手たち、そして監督の鳥丸が今思うこととは。お疲れ様でした。でもっていうか、みんな少しこう、勝ちたかったなっていうところもあるとは思うんだけど、でそれが伝わってくるからね、でもって言っちゃったけど、なんか全然悲観する内容じゃなかったのかなと思います。で特にそのみんなの一体感というのはすごく伝わってきたし、もうこれが球場で作ったチームとは思えない。本当にでみんながねその中で楽しんでるのも伝わってきたから、で俺の中ではいいところがたくさん見れたなっていう思えたし、紅白戦の中であんまりゴールがなかったけど
この、ね、試合ではいいゴールもあったし、そこはあの本当にいい材料だなと思うから、でもあのここが本当に最低ラインだから、ね、そこから、まあ、積み上げていく、まあ、ベンチのところはいいところもあったけど、やっぱりまだ良くなると思うし、あとはセットプレー、攻撃も守備も変わっていって、あとはパワープレーもあると思うから、またそこを楽しみに思って、練習に、ね、取り組んでいければまたさらに良くなると思うので、少ししか時間がもうないから、一つ一つの練習を大切にして、かけるチームですね。バッファローズも多分若くて勢いになっていいチームだと思うんですけど、まあ、結果として5対5を最後追いつけて、まあ、すごいいい内容だと思うし、ただまあ一人一人、ね、最初の方はうまくいかなかったけど、最後の方に合ってきた部分、まあ、そういう課題もあったと思うから、まあ、次練習からまた合わせて、まあ、7月21日まではもうあと2ヶ月ぐらいしかないんで、みんなでもっともっとすり合わせてやっていきましょう。はい、初戦は絶対負けたくなかった。負けスタート嫌だったから、もう最後もう諦めずにできたっていうのは、まあ失点になった時もやっぱすぐ切り替えれたのはチームの強みだと思って、まあ自分はやっぱりこうゴール決めて結果出すのが仕事だと思って、まあまだまだチームは未完成ですけど、これからもっとすり合わせて、まあ、信くんも帰ってきたらもっとパワーアップするんでやってきます。最低限の結果かなと、まあ、悪いところといいところが出てきたと思う。7月21日まで必ず悪いところは修正していいところは伸ばしていけると思います。流れのいい時間帯は全然僕らが、ね、いいプレーできると思うけど、流れが悪いときにどういうプレーできるか、その流れを変えるプレーがどう出てくるかというところが大事なのかなと思います。あとはアシストできたんで、しかも最近よくやってる形の縦突破だったんで、褒めてください。ちょっとだけ単純に相手の強度がとんでもなく高かったっていうのもあって、多分結構激しくなっちゃったとは思うんですけど、まあ、でも多分これが地域のだったらマックスの強度だと俺は思うので、これに 5-5 で追いつけたら多分すごいいいんじゃないかなと思います。今までそのなんとなくできてた部分ができなくなったっていうところがすごい浮き彫りになって、幸いまだ試合まで時間があるんで、まあ、もうちょっと話し合いながら、関係性高めていって、なおかつこの強度にもしっかりついていけるようにしないと。みんなよう戦ってたと思います。まあ、あとはなんかシンプルに一番の差はなんかやっぱ強度の部分だなってすごい感じたかな。俺は走るっていう部分とシンプルに裏ついてこれてないとか、マークつけてなかったとか、そういう1個のエラーが失点につながったりするから、自分も復帰した時にはなんかそういう部分とか走り込みとかっていうのはちゃんとやってゲームに加わっていけるようにやっていきたいなと思いますね。自信しかないです。僕はチームを、ね、勝たせるために来たんで、そのチームを勝たせるラストピースになるつもりなんで全力尽くしてきます。